ベルナルド、またはベルンハルトは、カロリングや出身のイタリア王。イタリア王ピピンの諸子。810年に、父ピッピンが死去した後、祖父カール大帝のアーヘンの宮廷に引き取られ、イタリアの統治は、カール大帝の側近、アーダルハルトに委ねられた。その後、ベルナルドは、カール大帝により、古田修道院に送られたもの,の間もなく、呼び寄せられ、年には、 イタリアの統治を任され、翌813年には、正式に、イタリア王としての地位を与えられた。814年、カール大帝は死去し、単独皇帝となったおじルートビヒ一世は改めて、ベルナルドのイタリア王としての地位を認めた。しかし817年、ルートビヒは、帝国制除令において、自らの長男ロタールを、共同皇帝とし、次男、 三男をそれぞれアクイタニア及びバイエルンの王とすることを定めたが、この中でベルナルドの存在は無視され、ベルナルドが統治するイタリアは、ロタールの帝国の下に置かれることとなった。この決定に不満であったベルナルドは、オジルートビヒ一世に対して反乱を起こしたが鎮圧され、ベルナルドは目をえぐられる刑を受け、それが元で818年死去した。 息子ピッピンはベルマンドは白となり、男系子孫は12世紀初めまで同白を継承した。ありがとうございます。